東京競馬場のパドックにお集まりの皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりコントレイル号の引退式を始めさせていただきます。それでは皆様、どうぞパドックの入場口にご注目ください。昨年無敗の三冠という偉業を達成し、そして今日見事にジャパンカップで有終の美を飾りましたコントレイル号の登場です。さあ、パドックに姿を現しましたコントレイル。来てはコントレイル号と最も長い時間を過ごされた安藤調教助手と金が調教助手なんですが、その姿勢には矢作調教師です。安藤調教助手、そして金が調教助手を含めて登場しましたコントレイルですが、なんとその姿勢には矢作調教師がまたがっています。これは非常に珍しい絵だと思います。皆様、で先ほども申し上げましたけれども、クラッシュは立たないようにどうぞ一つよろしくお願いいたします。アートコエルの上からお集まりいただきました皆様に手を振る矢作調教師、本当に大勢の皆様が集まった中、見事に今日全11戦8勝目、 G1 5勝目、ジャパンカップを制して、さあ、今からコントレイル、馬の素晴らしい勝利から1時間50分少々で、レースを終えて、まだ程ないコントレイル、この東京競馬場のパドックを、先ほどは、ジャパンカップの出走馬として静かに周回をしていましたが、今はこの暗がりの中、多くの皆様の視線をただ一頭コントレイルが集めて、長年一緒に過ごされた安藤調教助手、そして金田調教助手に引かれ、その手には矢作調教師を乗せて東京競馬場のパドックを周回しています。今、矢作調教師の方が見られました。YouTube ライブ配信でご覧のお客様ですね、ぜひコントレイルと関係者の皆様へのメッセージをぜひチャット欄からお寄せいただければと思います。あ、コントレイルが到着しているゼッケン、これは昨年の日本ダービーの時のものとなります。あの時の東京競馬場はこのコロナ禍、お客様がいない中での日本ダービー開催でした。そんな中、馬場の中央を一気に抜け出したコントレイル、見事なダービー制覇でしたが、引き上げてきた時に誰もいないスタンドに静かに一礼をした福永騎手の姿、あの姿、皆様の目に非常に強く焼き付いているのではないでしょうか。コントレイルが今、安藤調教助手、そして金田調教助手に抱かれて静かに周回を重ねていましたが、さあ今そのお二人もレッドカーペットの上に今それでは皆様、ここでコントレイル号の輝かしい軌跡を映像で振り返ってみましょう。昭和、平成、そして令和。3番コントレイルが出た、コントレイルが出た、コントレイル、コントレイルだ、ゴールイン。これは
新たな時代にその名を刻んだ一頭の競走馬の物語。2017年北海道で生を受けたコントレイル。まだこの時はやんちゃな一頭の子馬でした。立東のヤーギヨシト厩舎に入厩し、2019年9月デビュー戦を勝利で飾ります。2戦目の東京スポーツ杯2歳ステークスで重賞初勝利を飾ると、そのまま G1 の舞台へ。そして2番のコントレイルが先頭、3馬身リード、追う5番ベルトライゼンが2番手、ワーケア3番で2番コントレイル3連勝降臨。3連勝で G1 制覇。しかしこの勝利はこの馬にとってまだ序章に過ぎませんでした。迎えたクラシック第1戦皐月賞、最後の直線無敗の G1 馬2頭の一騎打ちに。さあ1番のコントレイル、7番のサリオス、サリオスかコントレイルか、コントレイルだ、コントレイルだ、コントレイル先頭で降臨。半馬身差で競り勝ち、コントレイルは無敗のまま1冠目を手にしました。そして5月の日本ダービー、無観客競馬という静けさの中でコントレイルは躍動します。ダマの真ん中5番のコントレイルが早くも先頭に変わるか。これを追って12番のサリオス200を切りました。内粘って14番のマイラフトに、あとは広がっている。先頭は5番のコントレイル突き抜けた。12番サリオス、2番手3番手はベルトライゼンで、5番コントレイル無敗の期間達成降臨。三馬身差という圧勝劇、7262頭の頂点に立ち、世代最強の称号を手にしたのでした。そして秋初戦の神戸新聞杯を快勝し、無敗で挑んだ菊花賞。日本の競馬史においていまだ2頭しか達成していない無敗のクラシック三冠、そこに新たな名が書き加えられます。さあコントレイルが先頭に変わるか。外はアリストテレス、2頭が並んでいる。3番手はディープボンド、あとは4番手以下追い込んでくるベルトライゼンで、さあ3番のコントレイル3冠なるか。外は9番のアリストテレス、3番コントレイルが出た、コントレイルが出た、再び9番アリストテレス、コントレイルかアリストテレスかコントレイル、コントレイルだ、ゴールイン。7戦7勝、無敗の三冠達成。史上3頭目となる無敗の三冠馬が誕生。コントレイルは数々の名馬と肩を並べ、その名を轟かせたのでした。無敗の三冠馬、まあ、ディープインパクトが達成して以来、まあ、その息子がね、同じように無敗の三冠を達成したということは、まあ、世界でも類を見ないことだと思いますし、大変な偉業だと思います。その鞍上に自分が入れたっていうことを本当に誇りに思います。その後は G1 の舞台で接戦を演じてきました。今年の10月9日発表された引退の2文字、競走馬として輝く舞台は残り2つに。引退までのカウントダウン、天皇賞秋、上がり3波論、メンバー最速の末脚も2着に惜敗。そして迎えたラストラン、ジャパンカップ、世代最強馬として引退の花道を自ら飾ります。そして来た来た、2番コントレイル、さあ先頭7番のオーソリティ、外からコントレイル、間からシャフリーアール、奇跡は完全に交代、200を切った、内からはシャドーディーバ、さあ前は2番コントレイル先頭に変わった、オーソリティ2番手、3番手4番シャフリーアール、先頭は2番のコントレイル、これが本来の姿だ、ゴールイン。やりました、2番コントレイル、一筋の消えない思い出を残してターフに別れを告げます。さらばコントレイル。皆様ただいま映像でご覧いただきました通り、コントレイルは2017年の4月1日北海道ミニカップ町でこのように生を受けました。父ディープインパクト、母ロードクロサイトの血統、おととし2019年の9月阪神競馬場でデビュー、その初戦を飾り、その2ヶ月後にここ東京競馬場で
東京スポーツ杯ミサヒステークス圧勝、そして暮れのホープフルステークス3連勝、見事に JRA 賞最優秀2歳5馬を受賞しました。そして3歳となった昨年はその圧倒的な強さで父ディープインパクトと同じ無敗のクラシック3冠を達成し、世界でも類を見ない偉業を親子で築きました。コロナ禍のこの暗い影が世に落とす中、馬名の由来となった飛行機雲のように大空へ突き抜けるような勇気と感動を与えてくれた令和コントレイルです。それでは本日お集まりいただきました皆様に、コントレイル号の関係者の皆様をご紹介させていただきます。まずは馬主の前田真嗣様です。皆様拍手をお送りください。続きまして、矢作義人調教師です。続きまして、福永雄一騎手です。調教助手、安藤隆秀様です。調教助手の銀名隆様です。そして生産者、株式会社ノースヒルズ代表、前田浩二様です。皆様お疲れ様でした。それではここで関係者の皆様に対しまして、 JRA 日本中央競馬会東京競馬場より花束が贈られます。それではどうぞ花束をお渡しください。皆様、今日はおめでとうございました。お疲れ様でした。それでは関係者の皆様にコントレイル号の思い出を伺っていきたいと思います。まずは馬主の前田真嗣様に伺いましょう。前田さんは今そしてコントレイルの引退式が行われているわけですが、改めて率直なお気持ちお聞かせいただけますか。もう最初はね、三冠取ったきっかけはもう涙で大変嬉しかったんです。それはもう今日の引退試合で勝てたことはもうめちゃめちゃ嬉しいです。でも僕東西1歳の時はこの馬知らなかったんです。2歳になって立冬に入ってから初めて兄上からこのまま持たないかと言われて、一つ変でありがとうと言いました。そういう思い出がありますね。それにしましてもその無敗の三冠馬に、三冠馬のオーナーに、なかなかこうなれるものではありませんが、実際になられてどういう気持ちですか。最初は僕もここまで走るとは思ってませんでしたね。東京スポーツ大会勝ってからだんだん、よく走るなと思いましたね。とても嬉しいです。で、野球者関係者とスタッフの皆さん、池永ジョッキーどうもありがとうございました。本当にありがとうございました。馬主の前田真嗣様に伺いました。さあ続きまして、矢作調教師に伺いたいと思います。矢作調教師、お疲れ様でした。お疲れ様でした。改めてこうして今引退式が行われてますが、気持ちはいかがですか。すいません、言葉がならないです。皆さん遅くまで寒い中残ってくれてありがとうございます。改めて今コントレイルと過ごしてきた、この2年余りという時間、どのように振り返られますか。プレッシャーとの戦いだったですけども、本当に楽しい2年間を過ごさせていただきました。そして今日のジャパンカップ、このラストランにかける思いというのも本当に強かったと思いますが、
最後有終の美、素晴らしい走りでしたね。やはり今年勝てなかった時にはいろいろと周囲の雑音も入ってきましたし、悔しい思いをしてました。今日こうやって皆さんの応援のおかげで勝てることができて感無量です。さあ、そしてコントレイルはこの後しぼ馬となるわけです。またその子供を預かって育てたい、そういう思いでいらっしゃいますか？そうですね、先ほど初めてまたがって空を飛んでいるようでした。子供も間違いなく空を飛ぶような馬ができると思いますし、コントレイルの子供で凱旋門賞を取りに行きたいと思います。ぜひその辺を実現してください。本当にお疲れ様でした。ラブ東京スでした。ありがとうございました。続きましてはこのコントレイル号の主戦、福永ジョッキーにお話しいただきましょう。さあ、こうして今引退式が行われている中、これだけ多くの皆様集まっていただきました。お気持ちいかがですか？改めて感動しました。こんなに遅くまで寒い中、これだけ多くの人に残っていただけたということが、やっぱりその無観客の中でほとんどこの馬は、走ってましたから、このお客さんの熱量というものを直に感じる機会というのはあまりなかったんで、なんか本当にこれだけ多くの人に愛されてたんだというのを今日は今さっきすごく感じました。本当にありがとうございます。先ほどやはり東京市はプレッシャーとの戦いということをおっしゃってましたが、福永騎手にとってこのコントレイルと過ごした2年余りというのはどういう時間だったんですか？いや、そうですね、もう夢のような時間でしたね。ここまで深く一頭の馬に関わらせていただいたっていうのも、この近年ではそうないですし、何よりやはりオーナーから、この馬は任せるという言葉をいただいて、そこから矢作調教師、金良君、あと牧場の方々とここまで密に関係を取らせていただくっていうこともなかったんだ。育成期からね、こう順調に来た馬ではないっていうのも聞いていましたし、最初からこう、この馬は誰がどの牧場がやっても、誰が厩舎として管理したとしても三冠馬になった馬ではないと思うんです。本当に牧場、厩舎、そしてジョッキー三位一体となって、突き上げることができた三冠馬だと思いますし、それに応えたやっぱりコントレールっていうのもまた、希望な能力を持っている馬だと思います。本当にジョッキーとしてっていうよりもホースマンとして本当に得難い経験をさせていただきました。本当に感謝しています。将来はまたコントレイルの子供で大きなところを、そういう夢もお持ちですか？そうですね、やはり無敗の三冠馬から生まれた無敗の三冠馬っていう、その流れを継続できる可能性があるのはコントレイルだけだと思いますので、ぜひそういった馬をまたね競馬場に送り出してくれることを期待しています。お取りお疲れ様でした。福永騎手でした。それでは続きまして安藤調教助手にお話しいただきたいと思います。安藤さん、今こうしてたくさんの方集まっていただきました、気持ちを聞かせていただけますか？はい、先生と私もおっしゃってましたけど、こんな暗い時間にこれだけたくさんのファンの皆さんに見舞われている姿を見て、本当に私も一人の一員としてすごく嬉しく思いますし、感謝を申し上げたいと思います。この2年余り
厩舎の中でのそのコントレイルの存在ってのはどういうものだったんですか？そうですね、あのちょっとやっぱり気象が当初は激しい部分を見せてたんで、ですけども箱の中で落ち着いてる仕草とかを見るとやっぱり走る馬のオーラといいますか、そういうのを持っていたので、なんていうんですかね、すごく言葉も難しいんですけど扱いやすい馬だったのかなというのは私としては感じておりました。これでコントレイルは引退となります。最後にコントレイルに何という言葉をかけたいですか？そうですね、私も本当に今日のレース見て感動しましたし、三冠レースにも携わらせていただきましたし、すごくいい夢を見させていただきました。これからも次の仕事に向けてコントレイルには頑張っていただきたいし、また次の感動をいただけるように、それに合わせるように私たちも仕事を貫けるように頑張りたいと思います。本当にお疲れ様でした。安藤調教助手でした。ありがとうございます。続きまして金良調教助手にお話しいただきたいと思います。金良さん、引退式に迎えていますが、今どういうお気持ちでいらっしゃいますか？勝馬入りの話を聞いてからラストランはジャパンカップということで、まあ今は本当に無事に走り切ってくれたことにほっとしています。このラストランに向けていろいろその調教方法の工夫なども厩舎の方に提案をされていたということですが、先頭でゴールを駆け抜けたコントロイル、ご覧になってどういう気持ちでした？4歳になってから少し結果が出てなかったので、今日は本当に直線感動しました。これでお別れとなるコントレイルに最後に何という言葉をかけましょうか？ありがとうです。はい、本当に、素晴らしいレースをたくさん見せてくれました。金良調教助手、お疲れ様でした。それでは生産者株式会社ノースヒルズ代表の前田様にお話しいただきたいと思います。前田さん、これだけ多くの人が集まってくれた引退式です、どういう気持ちでいらっしゃいますか？大変嬉しいです。ここから3倍皆さん集まっていただいて、はい、ありがとうございます。改めまして、その僕この前田さんの牧場から無敗の三冠馬コントレイルが誕生しましたけれども、前田さんにとってコントレイルという馬はどういう存在ですか？牧場を開設しまして38年、大仙ヒルズ作りまして、18年、こんな嬉しいことはないです。それと、八木調教師、八木厩舎のスタッフ、また、福原雄一ジョッキー、それと私どものノースヒルズのスタッフ、それと大仙ヒルズのスタッフ、チーム力の結果だと思います。深く、それとファンの皆さん、2020年になってから、コロナ、世界中が暗い世の中になりまして、なんとかコントレイルで明るい話題を提供したんかいなと思っております。もっともっと、新しい、株も新しい株も出てきたんですが、一日も早くコロナが終結するよう願ってやみません。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後にですね、コントレイル号の関係者を代表しまして、前田浩二様に応援していただいた多くのファンの皆様にご挨拶を最後にもう一言いただきたいと思いますので、前田様どうぞセンターの方によろしくお願いいたします。寒い中たくさん最後まで残っていただいてありがとうございます。入ってませんね。大丈夫ですね、入りましたね。昭和として第2、第3のコントレールを作りますので、また応援のほどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。前田様ありがとうございました。
改めまして関係者の皆様にどうぞ盛大な拍手をお願いいたします。それでは名残惜しいところではございますが、ここでテレビ、YouTube でライブ映像をご覧の皆様とはお別れとなります。中継をご覧いただき誠にありがとうございました。それではここでですね、引退式にご登壇いただいています6名の皆様とコントレイルの記念撮影を行いたいと思います。それではここで福永騎手はご退場となりますので、皆様拍手をお願いいたします。福永騎手どうもお疲れ様でした。本日の皆様盛大な拍手をお願いいたします。そして続きましてですね、コントレイル号は馬着への着替えを今行って到着をお送りいたしました。それでは続きまして、矢作厩舎の皆様とのコントレイル記念撮影を行ってまいりたいと思います。すみません、先にですね、オーナーの関係者の皆様との撮影を行いたいと思いますので、関係者の皆様どうぞよろしくお願いいたします。どうぞオーナーの関係者の皆様、パドックの方にお越しください。
を装着したコントレイルとオーナー関係者の皆様の記念撮影になります。皆様の横断幕を持っての3回目の撮影の関係者の皆様、どうぞパドックの方にお入りください。よろしくお願いいたします。
記念撮影、最後に矢作厩舎の皆様とコントレイルの記念撮影となります。でも今日ここ東京競馬場で皆様の前でラストをあのような美しい勝利で飾りましたコントレイルです。コントレイルとこれでお別れとなります。改めて皆様大きな拍手をお願いします。本当にお疲れ様でした。以上をもちましてコントレイル号の引退式を終了とさせていただきます。本当にお三人さん、これだけ多くの皆様に東京競馬場パドックにお残りいただきましてありがとうございました。東京競馬場まもなく閉門となりますので、皆様どうぞ気をつけてお早めの会場をお願いいたします。